年目を迎えた K-1 ワールドマックス日本代表決定トーナメントは今激変の時を迎えようとしております。雅人の引退によって日本の中心は果たしてどこにあるのかわからなくなった。誰にでもそこに名乗りを上げるチャンスがあります。異色のファイターと言われた男にとってもこれはまた大きなチャンス、そして大いなるターニングポイントなのかもしれない。コスプレファイター長島ジエンオツ雄一郎、埼玉スーパーアリーナのリングに向かって行きます。ここを消えめるワンデートーナメント、いよいよ K-1 ワールドメックス2010日本代表決定トーナメントは準決勝の第1試合、まずブルーゲートから